アカデミー賞で日本初の作品賞など4部門でノミネートされたドライブマイカーの浜口龍介監督と主演の西島秀俊さんが授賞式を目前に控えた今の心境を語りました。本当にまあ素晴らしい場所にいられるということは感じているのでまあワクワクする気持ちもありますし、まあできるだけまあ楽しんであの日本により多くの と見分け話を持ちといと思っています。とにかく全く実感がない状態なので <laughs> 当日になって実際、こう会場に行っていろんなことを「こう感じるのかなと思ってます。ドライブ・マイ・カー」は日本初となる作品賞のほか監督賞、脚色賞、国際長編映画賞の4部門にノミネートされています。